こんにちは、みおです。さくらです。今日はなんか私たち先日骨格診断をやったんですけど、2人ともねウェーブだったので、そのウェーブに合った私たちの OK コーデと NG コーデを紹介したいと思います。それではよいしょ。私たち2人とも骨格ウェーブだったんですけど、うん、ウェーブはここがボリュームがなくて薄くて、ウエストはくびれてる方、うん、腰回りにお肉がつきやすくて、うん、すでもその代わりお腹とかこのウエスト周りにお肉がつきづらいので、うん、両なし型系ですねということで、まあ、絶対的に重心高めでちょっとなんかスタイルがよく見える服を考えてきました。選んできました。では早速コーデを紹介していきたいと思います。まず1着目がまず全体的にハイウエスト、もうものすごいもう腰よりだいぶ上のハイウエストにで、上が割とピタッと体のラインが軽く出るくらいのサイズのトップスにしました。全体的にもう重心もうとりあえずハイウエスト履いておけば OK と思ってハイウエスト、ザ・ハイウエストで来ました。私も1着目が今着てるものなんですけど、まあ、重心が上がいいということで、この辺にボリュームがあるもの、今私が着てるこのリボンがあるものとかブラウスだと首元にボリュームがあるものがいいということで、今日はこういうブラウスを着てます。でスカートもあんまりタイトすぎると幅広いのが目立っちゃうので、スリットがちょっと入ってるスカートを着ました。2人してザラでした。続きまして2コーデ目がフレアスカートなので、割とそれも腰が高めの、かつちゃんとこう広がってる腰周りのそのラインがそう綺麗に出すぎないような広がったフレアに、トップスは割とエアリーな感じで、そう寂しくなりすぎない感じにしました。であとその後に着たアウターはそれ締めるとウエストマークでこの辺でリボン結びができたので、ちょっと腰を高く見せるようにしっかりとハイウエスト感を出しました。私の2コーデ目は、なんか骨格ウェーブさんはプリーツスカートがすっごい似合うらしいので、私もプリーツスカート大好きで結構いろいろ持ってるんですけど、今日は白のプリーツで、上はちょっとフィット感があるタートルネックに、下はプリーツスカートでフレアにしました。ウェーブ重心ってことでベレー帽かぶってます。ウェーブの人はヘアアレンジするとこう目線が上に行くので、コートも私はここにファーがついてたんですけど、帽子にファーがついてたりするものはウェーブ重心になるので、骨格ウェーブさんにはすごいおすすめのコートです。ロング丈を着るときは桜みたいにウエストを絞るといいみたいです。3コーデ目が私はワンピースですね。肩がしっかり出てて結構ボディラインが素敵に見えるワンピースにしました。やっぱり上重心意識でベレー帽をかぶってちょっとボリューム頭に出しつつ、ウェーブさん特有のこのくびれを綺麗にした曲線をね生かした服にしました。3コーデ目はプリーツなんですけど、さっきとは違うちょっと光沢感のあるブラウンのプリーツスカート履いてました。フレアっていうよりも結構ストーンって落ちるスカートで、すごい綺麗に見えるなんていうの形になってるので、すごいおすすめです。上は髪の毛はまとめて襟がついてるとやっぱりこう重心が上に見えるのでいいかなと思って合わせました。 OK コーデが大体この3つです。最後の NG コーデは体のラインを全無視したダボかけるダボみたいな服装にしました。でも個人的にはそういう服装もすごく好きなので全然着ちゃうんですけど、パーカーでもうダボって上も大きくて下もワンピースで何も見えないみたいな感じのコーデにしました。あれフードが大きくてすごい可愛いんですよ。だから全然着ちゃうと思うんですけど、もったいないコーデですね。私もさくらと似てるんですけど、まあ、ハイウエストのズボンだったんですけど結構ダボダボしてて、上もダボダボなのでウェーブさん特有の曲線が何も見えないコーデになっているので、骨格には合ってないコーデでした、うん、まあ、骨格ウェーブさんもきっと映えると思うので参考になったらいいなって思います。はい、はい、ということでこの動画がちょっとでもいいなと思った方はグッドボタンとコメントと
チャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。